原算数理論令和1年の問問題題を解いていてきます。問題5です。でこのような回路があって AD 間の電位差 BC 間の電位差を求めようという問題ですではこの回路をこちらに書いてみますこのような状態ですこの回路を合成してどんどん単純な回路にしていきますこの領域に着目しますこれは直列で接続されてありますので合成するならば全部足し算すればいいだけです 20たす20たす20で60。よってこの回路は60オームの抵抗一1つにまとめることができます。次にこの領域に着目します。これも直列接続ですので、単に足し算すればいいだけ。4たす6たす10で20。そうすると20オームの抵抗一1つにまとめることができます。次にこの並列接続になっている箇所に着目します。 並列接続の合成の公式は逆数イコール逆数プラス逆数の式で計算できます。ではこの式を R0 イコールと整理するとこのような式となります。この式における R1、R2 を R1 イコール60オーム、R2 イコール60オームと考えてこの式に代入します。そうすると R0 イコール60プラス60分の 60×60 60。計算すると30と出ます。 この領域は30オームの抵抗で表すことができます。次に、この領域の電位差を求めてみようと思います。全体の電圧は 100V。全体の抵抗は30たす20で50オーム。50オームのうちの30オームの箇所にかかっている電圧ですので、30プラス20分の3 0る1 0 0で計算できます。答えは60。 よって、この領域の電位差は 60V になります。では次に、こちらの領域の電位差を求めてみます。こちらはもっと簡単に計算してしまいます。全体で 100V。この箇所で 60V ですので100、100-60で40。この領域の電位差は 40V ということになります。では、この合成した回路を元の回路に戻してしまいます。このような状態になります。ここの電位差は 60V。 ここの電位差は 40V です。ここで十分注意してほしいのが、この 60V、40V というのは、あくまでも電位差です。電位ではありません。電位と電位差は別物ですので注意してください。では、ここにある 20Ω、20Ω、20Ω の、それぞれの電位差を求めてみたいと思います。この3つの抵抗は、すべて 20Ω で等しいです。 ということは、この抵抗一つの電位差は60、60V を3分の1にした電位差ということがわかります。なので60、60×3 分の1を計算して、20となります。よって、この抵抗3つにかかる電位差は全、すべて 20V、20V、20V となります。次にこちらの電圧源に着目してみます。この電圧源は 100V です。マイナス側の電位を 0V とすると、 プラス側の電位は 100V になります。こちらプラス側が 100V ですので、ここの電位は 100V です。あくまでも電位が 100V であって、電位差が 100V ではありませんのでご注意ください。ここの電位が 100V ですので、点 A の電位は何 V かというと、100より 20V 低いので、つまり電位は 80V になります。 点 B においては、ここの領域の電位差は 20V ですので、80より20低くなり、60V になります。ここが 60V で、電位差 20V になってますので、60より20低くなり、ここの電位は、電位 40V になります。この線は繋がっているわけですから、この点の電位を出すと、電位は同じ 40V になります。次に、 この3つの抵抗にかかっている電位差を求めてみます。まず、この4オームの抵抗にかかっている電位差を求めてみようと思います。この3つの抵抗にかかっている電位差は 40V です。この抵抗全体のオームは4オームたす6オームたす10オーム。そのうちの4オームにかかっている電位差を計算します。よって4、4たす6たす10分の4かける40で8となります。4オームの抵抗の電位差は 8V です。次に6オームの抵抗の電位差を求めます。全体の電位差 40V に対し、抵抗は全体で4たす6たす10。そのうちの6オームにかかっている電位差を求めるので、4たす6たす10分の6る4 0で、12となります。よってここの電位差は、12V となります。1 0オームの箇所の電位差を求めるならば、もっと簡単に計算して、全体で 40V なので、40から 8 v 12 v を引いいてしまいます答えは点 C における電位はいくつかというとここの電位が40ボルトでここの電位差20ボルトですよって40ボルトより20ボルト低い電位になりますので4 0く2 0でここの電位は20ボルトです点 D の電位についてここの電位が20ボルトでここの電位差12ボルトです よって 20V より 12V 低い電位になりますので、20-12で 8V です。点 ABCD の電位が出ました。あとは引き算して電位差を求めればいいだけです。AD 間の電位差は80-8で72です。よって AD 間の電位差は 72V。PC 間の電位差は60-20で 40V となります。 よって答えの選択肢は、5番、72、40が正解となります。